マレーシアの家庭で一般的なナシルマバナナの葉で包まれたナシルマ、ナシレマはマレーシアのご飯料理もしくは調理方法。ウルチ米にココナッツミルク、塩を加え、タコの貴族の葉などで風味をつけて炊くか蒸して作られる。見た目は白飯とあまり変わらないが、マレーシアでは水飲みを使用する炊飯よりもポピュラーである。ナシレマを直訳すると、 油ご飯という意味であるが、この油とはココナッツの油脂のことを指している。マレーシアのマレー人の家庭では一般的な米料理である。朝食によく食べられ、ホテルやマレーシア航空の機内食の朝食メニューになっていることもある。蒸して作るものはナシルマ、ククスと呼び分けることがある。ナシレマは地方によって味付けが異なり、 タコの貴族の匂いタコの木の葉、生のニンニクのほか砂糖を加えて甘くしたり、唐辛子を加えて辛くしたりすることもある。市販のナシレマには最低限のおかずが添えられているが、通常はこれに好みのおかず料理を加えて食事とする場合が多い。なお伝統的にスプーンを使わず、右手を使って食べる人も多い。屋台の持ち帰りには、かつては、 バナナの葉で包んでいたが、最近は発泡スチロール容器やポリエチレン袋、油紙なども使われる。別途注文したおかず料理は、ナシレマの上に乗せて包んでしまう場合が多い。米の炭水化物とココナッツに含まれる油脂分が主成分のため、かなりの高カロリー食品であり、肥満、生活習慣病予防の観点から、マレーシア政府が、 給食などで提供する回数を減らすように指導をしている。マレーシアのほか、国境を接する大南部、シンガポール、ブルネイなどでも食べられている。インドネシアでは、類似のご飯料理をナシュル、ナシウドナスウドと呼ぶ。ジャワ島のスラカルタでは、ナスイリウェと呼ぶ。マレー語では、ナスイルマに近い発音であるが、ローマ字表記につられて、ナシレマックなどとも記される。アイサイチン、 町編風味小食アグネスちゃん、S ホカーズ、デライツ、ピアニッシモ百102から103、2000年、セントラルペーパーエージェンシーズ SDNBHD、クアラルンプール。ありがとうございます。